皆さん、こんばんは。2021年11月16日の佐藤修一ライブです。まずね、お悔やみをね、申し上げます。戦後のね、広島をね、引っ張ってこられた方、またね、一人亡くなられました。小畑武さん、85歳、カープのね、もう言わずと知れたカープのね、監督で、ね、1975年の初優勝、そして79年、80年、84年、このね、3回の日本一、ね、小葉さん、ね、本当にカープが日本一になったのって、本当小葉さんのね、監督の時代だけなんですよね。うん、本当にね、名監督だったというふうにね、思います。まあね、本当にね、心からね、お悔やみ申し上げたいというふうに思います。まあ先日はね、坪井さんがね、被爆者の坪井さんが亡くなられてね、そして今度はね、小葉さんと。まあその戦後のね、やっぱり広島をね、象徴するような方がね、最近ね、訃報がね、相次いでいるかな。まあ一つの時代のね、まあ終わりというかな、そういうものをね、感じますよね。うん。ただね、その、じゃあ終わった時代にね、対してね、またその、代わりになるものっていうのはね、まだその広島にもう見出せてないようなね、そういう感じもね、するんですよね。うん。まあね、小葉さんがね、カープの監督を辞めになった85年ですか、選挙。それ以降ね、やっぱり一回もね、カープ日本一になってないとかね。うん、なかなかね、そういう意味からしてもね、いろいろ考えさせられることはね、ありますよね。本当にね、とにかくね、お悔やみ申し上げたいというふうにね、思います。まあ、それからね、ジャパンイズチープという問題をね、ちょっとね、取り上げたいと思います。まあ、これはね、日本のね、日本人の給料は異常に低いとかね。いわゆる先進国の中でも異常に低いね。結局さ、今ね、日本の人の給料でさ、韓国よりも低いんですよね。韓国よりも。うん、例えばですよ。中国でももうね、沿岸部の大都市部のね、企業よりもね、日本の給料っていうのは低いっていうね。まあそういう状況があるわけですよね。うん。結局まあね、この20年、30年ね、まあ政治としてどんどんね、給料が下がるような政治をね、これどんどんやってきたわけです。で何が起きたかっていうとね、うん、経営者の方もね、もう、ね、労働者の給料をね、カットするとね、利益を出すための給料をカットするとね、もうそっちばっかりの方向にね、引っ張られてね、うん、諸外国と比べてもね、その技術革新とかね、そういう方向にね、目が向かなくなっちゃったっていうかね、うん、あるいはね、付加価値をね、高めるとかね、うん、その技術を磨くとかね、まあそういうね、方向じゃなくてね、やっぱ給料を下げることにばっかりね、頼るようにね、なっちゃったってことですね。で、その現場が下がるとね、やっぱ1994年、5年のね、まあ新時代の日本的系ですかね、まあいわゆる当時の日経連がね、打ち出したね、もう派遣社員もガンガン増やしますと。ね、それがね、まあ99年のね、小渕政権、あるいはね、小泉さんの時のね、まあ、小泉竹中さんですよね。派遣社員をガンガン増やしますっていうね。ああいうね、政策につながってきて。だもう給料をね、下げますとね。そういう政治をね、ずーっとやってきた結果ね。結局、付加価値がね、生み出せないというかな。そういう経済に、日本はなっちまったっていうのがね、あると思いますよね。労働生産性、労働生産性っていうけどね、もう低いのは経営者生産性、経営生産性がね、低いんですよ。日本のね。実は日本の、で、低い生産性っていうのはね、ほんとね、もう経営生産性がね、経営生産性法とかね、経営者の、ね、そういう概念はないけどね、経営生産性がね、低いというのがね、低いというのがね、この日本のね、企業になってしまったということだというふうにね、僕はね、思います。はい。ね。まあ、ほんとね、非常にでもね、給料を下げていくだけの政治って、経営っていうのも非常に副作用が大きくてね、やっぱり人材が流出する。ね、優秀な人材も、どんどん大学行っちゃうね。うん、そしたらさ、ね、大学なんかでかけるね、金をケチってるもんだからさ、もうどんどんね、人材がね、アメリカなりね、減らすと中国なりね、どんどん流出していっちゃうと。もうそういうことですよね。うん。それこそ少子化なんかもね、そういう問題ですよ。やっぱりね、あまりにもね、本当教育とかね、そういうところにね、もう金をかけないでね、来すぎたとね、もう個人の負担ね、任せてきたからね、それはもう不安になってね、少子化にもなってくるのもね、これは当たり前ですよね。うん。
それからね、まあ、外国人労働者もね、日本をね、敬遠しだすっていう、ね、まあ、そういうね、状況にもね、なってきてるっていうかな。何年か前の調査だけど、もうね、すでにその段階でももうね、日本はね、外国人労働者が働きたい国にね、ブービー賞だったっていうね。下から2番目だ。いわゆる主要国で、ね、下から2番目だったって、いうことですよね。本当ね、何でもかんでもね、これ下げりゃいいってもんじゃないんですよね。結局ね、下げることにしかね、活路を求めなかったしね。まあ、そういう方向をね、下げることしかね、活路をね、見出さないよね。そういうことをね、まあ、政治がね、やっぱり法律ね、変えたりしてね、可能にしてしまったと。まあ、そういうところね、今回のね、ジャパンイズチープってね、問題があると。ね。だからもう、必要だから付加価値が低いものしかね、安くしかね、売れないものばっかりにしちゃうからね。そうするとね、じゃあ、どうなるかって言ったらね、じゃあもう、日本人の給料はもうずーっとね、この20年は上がらないと。上げない。で、そうするとね、じゃあもうね、物が買えない。ね、物が買えない。ね、物が買えない。ね、だから、石油なんかもね、確かに値上がりはしてんですよ、石油も。だけどもね、日本人の給料が上がってないから余計にね、その値上がりのダメージっていうのがね、大きいっていうかな。だからその、インフレとかというのはちょっと違ってね、まあ日本一人負けっていうかな、一人相撲でね、こけてるっていう、ずっこけてるっていうかな、まあそういう状況がね、まあ日本がね、一人負けっていうね、まあそういう状況ですよね。まあ自分でね、自滅しちゃってるっていうかな。結局ね、どんどんね、もう、我がみたいに給料をね、下げていった結果ね、結局そういうね、一人負けにね、今ね、なっちゃってるっていうね、この状況ですよね。まあ人材は流出するね。付加価値が高いものができないとかね。まあそういう状況。そしてね、もう給料が上がらないから余計にね、石油の値上がりなんか、あるいは食料の値上がりなんかのダメージもね、大きいっていう状況ね。やっぱこれはね、いけないとね。まあね、まあ短期にはね、やっぱりね、これはもうね、皆さんの所得を上げるような政策。そして、ね、皆さんの負担を減らしていくとね。それでまず生活を安定させていくとね。こういうことですよね。まあでも教育のね、なんかね、負担を減らしてね、やっていくっていうのは人材への投資でもありますしね。長期的にはやっぱりね、やっぱり日本をね、そこそこ元気な状態に戻していくとね。だからそのね、昔のような高度成長のような状況っていうのはね、それは見込めませんよ、そのね。昔と違って人口がガンガン上がっていくわけじゃないんだから。ね、ただね、そこそこね、元気な日本、あれ、そこそこ元気な広島ね、それを取り戻すっていうのはね、そんなにね、難しいことじゃないね。やっぱ、この給料を下げ、給料を下げてね、ね、庶民の負担ばっかり上げてきたせいで逆をやっていくと。ね、そしてね、またね、思い切ったね、もちろんね、中期的にやっぱりね、ポストコロナに思い切った投資をね、やっていくとね、やっぱ脱炭素ね、脱原発、これをね、しっかりガツンとね、進めていくね。そういうね、政権あってね。やっぱ広島のね、技術を活かしてね。やっぱりね、広島の経済を盛り上げていくっていうね。だから、昔みたいにガガガガって上がるような状況ではないけどね。そこそこね、元気な地域をね、作っていくと。ね。そういう方向でね、やっていかないとね。もう、どんどんね、安売りばっかりやってね。俺、本当はもうね、これどんどん自分の首は締まっていく。安売りばっかりやってたってね。結局ね、じゃあ、そのうちね、だから日本人の労働者もね、少子化で減っていく。そしてね、外国人労働者もしまいにね、だんだんね、日本より韓国の方がいいやと、アメリカの方がいいや、中国の方がいいやって話になってね、結局ね、来てくれなくなると。ね。だから、首締まっちゃうわけですね。こう、自分で自分の首を締めながらね、やっていくっていうね、こういう戦略ね、これをね、やめにしていくっていうか、どうしてもね、なんていうかな、ね、公務員は給料が高くてけしからんとかね、正社員はね、給料が高くてけしからんとかね、あんなことでね、まあ大阪維新なんかね、爆発しているわけですけどね、ああいう方向でやってたらね、大変なことになっちゃうね。自民党よりもさらにひどい維新なんかにね、ほんとね、主導権握られたもん。ね、ますますね、もうチープ、チープ、チープの方向でね、日本行っちゃいますよ。ね、ここはやっぱりね、まあ、あと4年間はね、どうしてもね、岸田さんね、下手したら政権維持します。まあ、そういう中でね、これ我々は、ね、野党としてはね、しっかりね、まずはね、まあ、給料を上げてね、負担を減らして生活を安定させる。ね。そしてね、やっぱりその、なんていうかな、思い切ってね、やっぱり脱原発なきね、脱炭素っていうかな、
そういうのも軸にしてね、やっぱりしっかりね、キレちゃうね、ね、そういう能力じゃないけど、やっぱ付加価値のね、うん、高い経済というかな、うん、今までの安売り競争じゃなくてね、付加価値を、ね、高めるような、ね、まあ、そういう方向でね、しっかりやっていくってことがね、これ大事になってくるってことね、思いますよね。もうこのね、もう今までこの90年代から始まったこのね、安、何でも何でも下げるってね、こういうの先頭に立ってるのが今維新ですよ。で、そういうのがまたね、また、ね、議席を増やしているというのは危うい状況ありますが、これをね、やっぱりなんとかね、これ、止めていかなきゃいけないですね。私もね、その先頭、本当にね、いや、ジャパンイズチープと、こういう状況をね、反転させるね、ね、その先頭にね、でもね、やっぱりこの広島からもね、覚悟を持って、ね、立ってもらえると思いますんでね、ぜひね、ご協力ね、よろしくね、お願い申し上げます。ね、来年の参議院選挙ね、やっぱりね、このね、ジャパン、岸田さんが、ね、政権維持するっていうのも参議院選挙は変わらない。だからどっちが増やすかですよ。ね、維新が増やすのか、ね、令和共産社民、ね、こういったところが増やすのか、ね、維新が増やすのか、令和共産社民を増やすのかね。これがね、一つの争点であるというふうにね、俺参議院選挙については僕は思ってます。まあ、立憲さんがどういうね、対応を示すか。この立憲さんがね、維新なんかとね、組み出してね、ジャパンでチープの方向へね、またどんどん引っ張って、これ大変なことになりますけどもね。うん。うん、まあ、その辺は別として、ね、やっぱりこの、ここのね、バランスですよね。うん。そういうところも見据えてね、皆さんに、ね、懸命なね、ご判断いただきたいと思う。俺はやっぱりね、ジャパンイズね、チープから脱却すると。ね。そういう方向でね、しっかりね、来年の参議院選挙ね、上で頑張っていきますので、ね、ぜひね、皆さんのご協力ね、よろしくお願い申し上げます。それではね、失礼いたします。